オイランスキアシヒメガエルは、ヒメアマガエル科に分類されるカエル。マダガスカル南西部体長は3から4センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも体長3センチメートルほど。皮膚の表面はイボ状の突起がなく滑らか。背面には黒く縁取られた赤やオレンジ、緑、黄緑等の反紋が入る。獅子の色彩は白く、 黒い筋模様が入る。和名は本種の色彩がオイランのように見えることに由来する。前肢の指の先端が広がり、吸盤状になる。乾燥地帯にある河川沿いや峡谷沿いにある森林等に生息する。夜行性で昼間は地中に潜って休む。食性は動物食で小型の昆虫類等を食べる。繁殖形態は卵性で、 浮きにできた水たまりに卵を産む。分布が限定的でペット用の採集により生息数が脅かされることを懸念して2002年にワシントン条約付属書2に掲載された。ペットとして飼育されることもあり日本にも輸入されている。ワシントン条約に掲載されたことにより流通量は激減している。テラリウムで飼育される。ヤシガラドや 不要土等の保湿力があり、潜りやすい床材を厚めに敷く。夜間に、霧吹き等で水分を与えるが、床材の表面が常時湿っているような状態は避ける。小型種であることに加えて口も小さいため、極小サイズの餌が必要になる。ありがとうございます。